お疲れジャンスラッです。今日ですね、こちらのバランス調整されたババクワとロイフグを使ったね、新兵隊ロイフグやっていきたいと思いやすということで、まあ、新兵隊ロイフグといえばね、もともとは、というか最初はというか最近はか、ごぼうりなんですけど、当初はね、ほんとババクワだったんですよ。ババクワ型で使われてて、そっからね、ごぼうりに変わっていったよっていうことで、その本家のちょっと強さをね、見せていきたいなと思います。で、今回ババコアのバランス調整内容がこれですね。はい、7コスから6コスになったのがまあ一番でかいですかね。結局やっぱコスト下がるっていうのはでかいですからね。エレジャイとかトリトン、ゴブリンバレルとかボーラーとかも昔はもう1コスト高かったので、そういった部分では使用率も上がるんじゃないかなっていうのがありますね。はい、まあリワークなので、まあどんなもんかちょっとね、触っていきたいと思います。はい、で一応ロイフグも入ってるんで、ロイフグはこんな感じかな。初撃が 60% 落ちてます。初撃 60% ってやばいですね。なんかえぐくね。他のキャラ 10% とかさ、 8% とかさ、なのに衝撃 60% って数字が違いすぎて、まあ豚なんかタワー届いた瞬間にほぼこうダメージ与えてたんで、まあそれが違うせ、届いてからちょっと経ってツンって感じだと思うんで、まあそのね、ミリ入るダメージとかもちょっと結構変わってきそうなんで、ロイフグがどんぐらいね減るかとかもまあ今後気になるとこではありますが、さあよろしく。で、ババコヤ型だとより陸が硬いですね。で、332ですね。はい。で、2なのは破壊時1体なんですけど、33で産んだ最後3体産もうとしたところで、1体だけ出て壊れて、破壊時の1体。で、332ですね。さあ、コカッちゃんですね。でも、ババコヤこれさ、マジでこの、プリンセスとか吹き矢とかロケット星にめちゃんく弱いんですよね。これきついっすよね。なんか。強化というかさ、もうやばい、これホバ豚に行け。いや天才な豚、いやこれめっちゃ強くね。いやきついぞこれ。いやいい、いやこれ右のギャング今日マジ痛いんですけど、マジ痛いんですよ、マジ痛いんですけど、お互い様です。よしよし、いやババの3体が多いのがいい味出してますが、あと6コスなんで、なんかとりあえず置いてっていうのがちょっとね、前よりも起きやすくなりましたね。やっぱ7コスって置いた瞬間やっぱ怖いじゃないですかね。エリポンとかももともと6コスだったな。5コスになりましたけど、あれ今6コスだっけ、今5コスか、もう全然覚えてない。5コスか。さあということで、まあホバは行きますよね。ババクラこれどこに置くっていう話なんですよね。なんなら置かないっていうプラン B もあります。そしたらホバに攻撃されるの嫌なので、まあここはホバ延命用の豚ですね、生贄の。さあ初撃とかマジで見てないんで分かんないですね、見ないと。お、さあこれは餌のゴブリン、いや背中のさ3体強いっすね、マジ。なんかギャングの火力高くねっていう。さあババおもろいな、あれ。いやあれ5打つのもったいないですね。さあザッピー新鋭隊ホバで形を組む方を優先しましょう。よいしょ。さあ形組んでインフェとかで壊されるのも嫌だしなと思いながら、いやこれマジできついぞ相手。これ読みロケってきたら天才だけど。さあもうババの漏れてる圧もあるぞ。とりあえず、うわぁ、いい受けだな。で、なんなら、漏れてる2体がね、右に行って、みたいな。さあ、綺麗に守られてます。これは定位置だな。さあ、まあ、橋前、新隊行って、なんなら、コバも追加して、みたいなことですよね。おぉ、ゾッピー優秀。いやぁ、そのギャング、これ、エロいな。そのギャングで処理しようとしてるんですね。いやでもいいエレスピ追加。お、いや俺これセメタルしとけばよかったっすね多分。お、いや強い。いやでも相手の防衛もうまいっすね、耐えてんな。お、さあこれはここで結構ダメージを稼ごうっていう魂胆ですが、ただの許容で。さあホバからのこれ固めロイフグもあるっすね。あーそれもうザッピーか。
一応これ相手のゴブリンバレルを警戒してちょっとねコスト貯めました。さあでこれロイホグも刺さるし、なんならこのセメンタルババでホバリングを延命することによってさすがに枯渇だとねきつそうでしたね、この ホバザッピーの新鋭隊がね。ということでババがちょっといい味出してましたね。今の新鋭隊に紛れてなんかババもこうなんか多くねっつって結構良さそうではありますが、まあまあ今回まだ1回目なんでね、まあ、コスト6コスなのは気持ちありがたいかな。そう、その分ね、ババが建築立ってる時間が稼働時間が40から30になってるんですけど、まあその分他で補えるみたいなところはありそう。やっぱこう隙が短くなったっていうのがでかい気がするっすね結局。うん、それさえ補えればババ小屋型で全然良さそう。さあよろしく。まあババ小屋も結構こう、まあ施設か施設って結構ぶっちゃけなんだろうな、流行る時バカみたいに流行るんですよ。もう全てのデッキに入ってくるやんっていうぐらい入ってくるんで、それこそマジいつだ2年ぐらい前のババ小屋全盛期はババ小屋スキラでしょ、ババ小屋ロイホグ、ババ小屋工場、ババ小屋ロイジャイ、ババ小屋バルーン、ババ小屋ゴレ、ババ小屋ラバーみたいな感じでもう無限なんですよねババ小屋が。さあこれババが出てくるのがちょっと遅くなったんで、こうされるときついっすね。6個使って3-1っすよね。そうなんでもう今回またババ小屋が大量発生する可能性もね全然あるんですけど、いやなんかババ小屋に強えな相手のデッキなんで、まさかのなんかババ小屋に対してちょっと強えデッキなんだけど、さあドリルマジア、じゃあまあバルキリーがいなさそうなら救い、お、いやホーバーは刺さるね。ゴースト中のマジアチャボムドリルか、いやこれガンメタっすね、やっぱガンメタとでもねえか、ファイボがあるからよかった。まあとりあえずババがこれいらんっすね冷静に。あーでもいらんとか言ってごめん、ここだけは優秀。さあいやでもこれ6コスか、墓石でほぼよかったなってなるっすよね相手によっては。さあ今回ってはボムマジアチャなので一旦適当に拾って、ホバが強いですね。相手呪文ないんで、こういうところに甘えて抜いてきてくれたらすごい嬉しいんですけど、ホバは強い。さすがに即ファイボー。うん。まあ、耐えっすね。なんかいい感じに。いい感じに受けれてる。まあ、耐えっすね、マジ。いやー、これ、いつかね、とか、いつかどころじゃないんですよね。サイクルが追いつかなくなるんで。やべ。下手なタクしてる。ここで壊して、ファイボでマジアチやれるとでかいっすね。これ結構相手きつくね。ホバを逆にやるトレネとかだったらうまいっす。え？え？なんかババが、ババとかがなんか多いからかな。なんかめっちゃきつそう。いや、ボム強っ。意味わかんねえじゃん。え、でも残って。いや、めっちゃいい追加。もう、フィーバー。生き生きどんどん。生き生きどんどん。うわー、マジで。あとちょっと、あとちょっと。にゃーい、え、これ勝てんの、勝てんのか、相性良かったかもしんない。え、いや、相性良かったんですね、そしたら。ラッキー。まあ、とりあえず、ホバがめっちゃ強かったね。うん、ホバ無双してましたね。あと、ババクワの一応防衛もまあ、良かったっちゃ良かったっすけど、やっぱ相手がボムタワーとか持ってると、なんか出すメリット少ないかなとは思いますね。ここ最近大砲もいるんでね。なんかやっぱ大砲にもボムにもそんなに刺さる気はしないんですけど、まあ物量で気合いだよね。あとは真ん中ホバでその施設を壊すと逆に相手はめちゃくちゃ苦しくなるみたいなのもあるんで、さあウッティどうするこれ。ああ、おこかつやん。さあとりあえず
まあなんかこんなんでいいやろ。わあ、こういう小物いっぱいで着やすね。これついていけないんすよね、ババコヤだと。今までのね、今までの重たい7コスのババコヤだとこういう高回転にはついていけません。だから変わりました、ババコヤは6コスとやね、進化を遂げたので置いたすぐでもなんとかなります。問題はこれホグとかがいいのかな、ホグかディガーぐらいがありそうっすね。いやー待ってよ、これガゴムレがいるパターンもあんな。冷静に、まあ冷静に相手はファイボーはないんですよね。やばいかな。あ待って、これホグ来たら終わるわ俺。ちょっと待って、いやエレスプだけで強化しよう、お願い強化して。やべえやべえ、そうやっちもってる、だすぎやばい、負のサイクル来てる。さあプリンセスもスケブもギャングも嫌ですね、意外と。さあまあ、まあ、無理せず行こう、無理せず行こう。さあまあまあまあ、これはねしょうがないですね。一旦耐えの延命されそう。この小物かける2やべえ。でディガーだったんで、これガゴムで隠し持ってるっすね相手。はい、これ隠し持ってます。使わず、俺そういうカードないんだよって思わせてからの、これ隠し持ってますね。来るっすよガゴムで。はい、隠し持ってるのは知ってますよと。いやエレスピは優秀っすね、まだ。まあ、問題はこの小屋一旦置いとくか。 D が受けれそうだし、タルをね使うとちょっと嫌ですけど、さあ行くぜ、俺のターンですよ。この物用でねババ小屋も添えられました。まああとはな、プリンにファイボかな。ガゴムレはもうね、なんか気合で溶かさんといけないです。もう許容っすねこれ。マジ許容の、マジで。全然無理だ。いいよ、スケルトン部隊はない。あっ、オーケー、それだけはあかん。さあ490耐えればいいんだ。いやあれやべえ、マジこのちっこいやつら。拾うよ、あー拾えない、拾えない。さあこれきついな。なんかプリン、まあ何がきついって、まあプリンセスなんだ、何がきつかったんだろうね。スケブっすね、スケブだ。この樽だとね、やっぱスケブの処理がだるいで、 LSP でスケブやりたいけど、実はガゴムレもいるしプリンもいるしみたいな感じの、この小物大量きつかったっすね。でこれを倒すためがファイボが嫌な雨っすね。ちょっとやってみようかな。なんか最近のっていうか、まあこのババコアじゃないゴボウリ型だと、マルチ上位の新鋭体力使いファイボタルもいるんですけど、矢の雨タルもね半分ぐらいいるんですよ。そうだからファイボの枠はぶっちゃけ矢の雨でもいいんじゃねっていう。しかも防衛ババコアで結構守れるから、小物対策大型にはババコアと LSP で耐えて、なんなら矢の雨も大型には刺さるんで、小物に全てに勝ちたい気合で頑張ろうなら、全然ヤタルもめちゃくちゃ強い気がするな。ゴルナイとか欲しくなっちゃうですけどね。まあゴルナイっぽいババコアでなんとかなるし。さあダークネスエクシー、ダニゲーマー、ダニパイセン、名前が同じだ。さあゴブリン、なんでゴブリンいた、え
3体でそんなやっちゃうの君。4体やったらもうバカ強いやん。あーさあファルチョグ来ました。まさかのここで端前ファルチ来てババコヤも削られるのがマジやだ。どうすればいいかな。あこうだ。あやべえやっちもうた。下手くそ下手くそな。あーいや待って、このさババコヤがマジでダメージ受けて3-1しか出ないときちょっと辛いですね。全然ダメージ入らんやんってなっちゃう。さあ今回の相手には5が良かったですね。あどうだろう、ゴブリンに対しての穴が刺さるんで5だと結局ファルチとかも処理できないって考えると結果的には良かったかもしれない。さあ入る。いやーこれどうせキング起動されるんでね、結構いきます。やべえ、いやべえ、痛すぎ。さあ無理ですこれ勝てんのか。さあ6コスになったことによって間に合いましたいやファルチェファルチェ、バルキリーはよくねえだろうな。ファルチェバルキリーはさ、いやバロコヤどうなんだろうなマジで。6コスならはいいんすけど、この多分ちょっとはダメージ受けると思うんですよ。その相手がなんだろうな、それこそ5を打ってくるだとか、ディガーで一発当ててくるとか、まあマジアチャで一発抜かれるとか、なんかそうなった時にめっちゃきついっすね。 3-1 で終わるんですよ。もったいねえってなっちゃうっすマジで。せっかくの6コースなのに3-1だけってなっちゃうっすよね。どうなんだろう、6コスだからいいのか。ちょっとなんか悲しくなっちゃうっすね。あこれ逆サイロケ打ちたい人っすねマジ。いやー強っ、なにこれババコヤ怪しいなこれ。だいぶどうなんだろう。いやでも防衛に関しては悪くはないけど、悪くはないけどよくはね。おい6です。まあこれは相性としましょうか。これなんかきつかった。まあ降りでも結局負けてるんで、まあババコが悪いわけではないっていう多分ね。はい、さあどうだババコや。このデッキには降りが良かったみたいなパターンもある。スケラとかだとね、遅延スケラの宝石をババコヤとか、それこそババコヤロイホグとか、そういうのだともしかしたら鬼響くのかもしんないし、俺がババコヤが下手なのかもしんないし、わかりません。さあコカッちゃんですね。まあコカツは勝ちたいよね結局。結局ね、結局勝ちたいんだよ。おしかも俺やたるやんやたるやないかい。こんなんもう新兵隊ザッピーホパロイフグでプリンセスにやらめパーンで終わりっすよ。まだ俺のここの負け筋は低めババコアで逆サイナイトギャングなんで。あー違う、アウプリなんだ。まさかのまさかのアウプリくんでした。いやフケやってほしいな。全然でんやん、寂しい、めっちゃ寂しいんだけど。それマジか。3-1のことよくあるっすね。そしたらマジ。さあ新兵隊これで、まあ、まあプリンに扱ったらアウトローやばいんで、まあ、ここにヤマメも結構熱いっすけどね。悩む謎に悩む、こんなにあるのに、
さプリンスも受けるしゴブリンバレルも受けていくよと。悩むっすね。まああれ結局やないむつからチャッチ打っといてもよかったっすね。さあアウプリかちょっとやだね。なんかうわ3体多いな。でもさあまあ攻め穴飴を刺したいんだけど打ちたいところが多すぎてやばいよ。さあ適当に完封して。完封できてる。うん、貯めたいっすねちょっと。まあプリン吹きやアウトローなんか重なってるところに穴飴打ちたいっすけどね。さあこれちょっと行ってみるか。うざそう。うおーホバが入る。いやホバ強え。マジで強え。しかもこれ新鋭で受けれる。よいしょ。え受けれてね。なんか新鋭でサボったな。そんなにいんのに6ターン見たら誰か頑張れや。これロケかな。さあこれはロケを打つコストが絶対ないので追加めっちゃいいです。あーうっとうま。さあそして豚がチク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 ーと入って、ババもお前いたんかいっていう。今プリンセスもびっくりしてた。あ豚倒さなきゃっつったら、えお前誰びっくり。さあ瞬殺ババ優秀でしたね。さあこれファイボだったら多分負けてたかもね。ヤナーのプリンセスまあまあババ小屋ババ小屋。いやでも意外と今のはなんだろうね、そのターゲット取ってくれたりだとかババがねそう陸受けにもなってくれてたからよかった感はあったっすね。まあ相手によってそれは刺さる刺さないは出てくると思うけど、まあなんかわかんねえなぶっちゃけ。エリゴレは間違いなくすごかったんですよ。そううんで大砲とかはぶっちゃけそんな変わんないし、ロイホグもロイフォグを見てねえからそんなあんまわかんないですけど。さあババコヤね、なんとも言えない感じっすね。僕まあでもババコヤ好きなんであんまババコヤの悪いことを言いたくないんですよね。そうけど墓石でいいんちゃうか。ああいう他のデッキでちょっと試さないとね。新鋭対ロイフグはもしかすると降りでいいってなっちゃうかもしんないですね。さあこれディガロケかもしかしたら。ここにロケットかまあディガーが来るか。さあ一旦わかんない。ジャイプリの可能性もある。おおこれなんか行ってよさそうじゃない。なんかインドラあーザッピーお前どっか行っちゃった。これメガナイトで踏んできたらもう逆サイバーン。ああおじさんでした。さあおじさんに対しての入れ違い、うん逆うん両方入れ違いやん。さあおじさんに対してのババコヤはさどうなんでしょうか。ババコヤねちょっと傷当たなんか受けちゃうとマジで3-1で壊れちゃうんでマジ辛いですね。この3-3埋ませたいですね。この3-3埋めばもうどうせ最後1体出るだけなんでどうでもいいっていう。まで延命しないといけないですね。さあいやいいよいやいいよ。これザッピー使ったらやばいかな。いやこうだロイホグでエレジャー以外を出させてからのこのザッピーでリセット。しかもタルテさらに延命してあげてトレンドで金ギド。いやうましっかりうまい。しかもババが、いやなババ、あーなんでなんで今の疑惑。いやだもだもあのエレレジャイおじちゃんには優秀だよねこの子。さあいやマジエレジャイに勝てんのは熱いな。まあまだ勝ってないんですけどね。理論上勝ちじゃないですかエレジャイには、うん、さあ
まあ、あとザッピーステパしときゃいいんじゃねえで、どうせザッピーに攻めとれんとかしたいと思うんで、逆にホパとかつけとけばね、相手絶対きついんですよ。はい、はい、それで突破できるんなら頑張ってくださいっていう。よいしょ、あれ、やばいやばい、突破されてる、やばい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 、突破されてる。じゃあババもうちょっと頑張ってくれや。やばい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 、次のエリシャやばい、次のエリシャやばい。え、俺の思ってたの違うプランが。いや、これ逆プル、逆やん、これ逆来るやつやん、やべえ。さあ、ちょっと焦ってます、焦ってるが、俺はこの1体のザッピをめっちゃ信じてます。あ、大丈夫大丈夫、まだタワーが結構余ってるっていうのかな、残ってるので許容もできると一応。よしよしよし、おお、お前めっちゃ飛びやん、何それ。私これ残りんじゃね、残ったわ、ロイフ欲しいな、もう一回。まあエリジェ行けか、お願い、ワンチャンエリジェの横を通っ、あ、これめっちゃ苦しい、めっちゃ苦しい、そんな苦しくない。いや、大砲強っ、お前かわされたよな、マジであいつかわされたっすよ。いや、ホパリク強っ、お前はもっと強化されろ。いやー、なんか勝てそうではあるんですけど、めっちゃ強いって感じじゃないですね。あー、なんかマジその呪文削りマジ嫌い、めっちゃ強いぐらいまでいってほしいんですよね、俺は。さあさあ、そんなライトニングとか打ったりするから、打ったりするから、これがもういろいろ大変で大変で仕方なくなるんじゃないの、大変で大変で仕方なくなってるんじゃないの、やっぱりなんかライトニングとか打つから、もういっぱいね、いっぱい苦しく苦しくなってきて、ライトニングとか打つからコスがなくなってきてね、もうどん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 、もう悪循環悪循環、もう右も左も右も左もね、どっこいしょ。さあ、あー、これはもう苦しい地獄さ、親衛隊ロイフババコヤマジでエレジャイにだけ最強です、はい、それだけは言えます、それ以外にはちょっと怪しいですね。さあ、ということでちょっとババコヤ使ってみたんですけど、まあどうだろうな、なんかめっちゃ追加はなかったっすね、正直個人的に。なんかちょっとダメージ受けた時に 3-1 でしか出ないのが普通に苦しいなと思いましたね。まあでも今までのババコよりも高回転で出せるし、出した時のこうリスクっていうのは少ないっていうのは、まあ悪くはない気もするんですけど、なんか今までの墓石とかがすごい強すぎたなっていう印象なので、まあぶっちゃけそんななんじゃないかなって思ってますが、まだわかりません。ちょっとね、また他のデッキでババコもね、あげたいと思うので、そちらもぜひね、はい、チェックしてみてください。ちょっと皆さんのね、新環境の意見とかもね、よければコメントにください。ということで終わります。よければチャンネル登録もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。